ドーベル人望決定戦です。前回収録の LDH の兄貴こと GS さんが自らの人望をかけて、はい、初めて言われましたけどそんなこと人望高き兄貴こと、ね、事務所内では人望なかったやつですね。人望が厚い兄貴分 GS さんが知り合いにいきなり電話、留守電にならず一発で何人まで電話をかけれるか。めっちゃやばいやん。お、ね、人望厚いっていうのを主張するためにたくさんいっぱい出る人をめがけていかないといけない。そういうことですね。そういうことですね。よーいスタート。かけてる、本当にかけてる。出てくれ、頼む、出てくれ。あるこれがドロップするまでは、ドロンってなるまでは。もく切れた。終了。人望をかけてチャレンジしたのにもかかわらず、ゼロだったっていうのを覚えてますか、はい、皆さん、うん、覚えてます。あれ誰、はいはいはい、春くんにかけたんでしたっけ。あ、そうなんですよ。知らん人にかけても ブラウン管の向こうの人面白くないやん。ブラウン管今はブラウン管ちゃうんか。やっぱりもうこうなってますよ。なかなか久々に聞いたね、ブラウン管。そうよね。でもテレビの前の皆さんは面白くないじゃないですか。だからある程度知ってる人となると選択肢がかなり少なかったっていうところもあったかなっていう。Jさんがどこかでリベンジしたいと、うん、言ってないよ。むしろあの俺の人望のなさを晒す番組になってるんじゃないのこれ。今日で確信に変わるやつかもしれないですリベンジしたいと言ってたんですよね。はい、言ってました。早速コーナー化してみました。ということで、ルールを説明したいと思います、はい、メンバーがターゲットにダマで電話をかけ通話できたところからチャレンジがスタートでございます、はいはい、制限時間5分。いきなりの要求にターゲットがどれだけ応じてくれるかという人望を問います、うん、要求レベルは5段階ということで、はいはい、お金を借りるとかそういう理由はありますけども、うん、自由に考えて構いません、うんうん、呼び出す場所とか、うん、あとは順番ですよね。どっから行くかっていう、ね、これだからうまく。そうっすよ、ね、で無理やりは禁止でございます。あくまでも誘いや誘導の範囲で行います。はい、最終得点が一番高かった方が優勝。これ難しいな。灼熱は騒げ、昨日の雲を騒げ、遊べ、明日を変えて遊べ、叫べ、声が枯れる叫べ、To the left, to the right, to the left, to the right, 疲れ果てたからね、ギア。誰から行きます？誰から行きます？これ緊張するちょっと出方だって伺いたい。分かる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 。この何どう行くんやろみたいなあるよね。ちょっと行ってみようか。じゃあおかげ、いけるいける、行ってみましょうか。電話をかけるターゲットはどなたですか。専門学校の後輩にします。おー、あー、いいとこ行くね。それでは参りましょう。和樹さんのチャレンジです。スタート。はい、緊張するな。出えへん可能性あるもんな。あれあれあるな、これあるぞ。うわ、やっべ、めんどくさいやつからかかってきた。出ないんだな。めんどくさいやつからかかってきた。カズキがなってるんちゃう。なってるよ絶対。サウナ行ってるわ家帰らずに店の近くのサウナ入ってるんですよ。なるほどね。なるほど。ちょうどその時間かもな。これ出ないな。もう出ないな。アウト。うわぁ。じゃあ次の子行く。これってコールバックはどうなんですか。やってる途中だったら、あの後で折り返す。おぉ、ナイス。じゃあちょっと待ってみましょうか。いや、リアルですからね、これね。あ、そうやな。逆に絶対出ると思います。いやいや、いや、出るんすかも俺。俺も分からへんわ。え、どれ行きます。じゃあ俺行きます。行きます。お、いいっすか。お願いします。どれにいいですか、はい、ラム。あ、ラム君。仕事してるやろ。仕事してても出そうやろ。まあまあまあ、確かに確かに。っていうラインで、でもあいつノリ悪いで。いいね。これのやってくれると思えへんで。で、なんで久保さんはラム君にかけようと思ったんですか。家近いからさ。天狗。なるほど、うん。久保さんのチャレンジスタート。すごいリアリティ番組やなこれ。どれ
れからいっぱい。もしもし。あ、もしもし。お疲れ様です。どうしたんですか。今大丈夫？今大丈夫？あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。あのさ、今日夜はい、仕事終わりでちょっと横浜で飲まへん？はい、横浜？うん。全然終わったら誰も別にいますけど。行ける？横浜？え、うん、何があるんですか？何もないけどちょっと飲みに行きたいな思って、ちょ知り合いのとこあるからさ。なんすかそれ。うん、横浜。横浜、横浜言うてもそんなちょっと近めやんか。なんですかその革新的な感じのしゃべり。うん、で行ける？あ、全然行けるっすよ。あ、ほんま、ありがとう、ありがとう。ほんまた連絡それはすんねんけど、あとさ、もう一個聞きたいことあってさ。はいはいはい。あのチャット GPT って何の略か知ってる？チャット GPT？ あ、あんまそのレベル知らん？知らん。聞いたこともない感じ。オッケーオッケー、大丈夫。え、もしもーし。もしもーし。もしもーし。もしもーし、もしもーし、もしもーし、ほら、うわー、これすげー、すごい、素晴らしい、すごかったね、やばいっす。やっぱ最後にそれやんな。金貸しては多分無理やな。いや、ちょっとね、言いづらいっすよね。後輩はちょっと無理やなと思ったな。あ、もしもし、ごめんごめん、ラブ。はい、大丈夫ですか？あ、ごめんな、今ちょっとテレビの企画でさ、CL の、はい、突然後輩に電話したらどこまで俺の要望に答えてくれるかっていうやつ。お前横浜なんて行くわけないやろ、お前ほかは。あ、でもね、ラム、ラム結構良かったよ。いい感じだったよ。良かったっすね。これも撮影されてるんですか？撮影されてる。ごめんね、だから今のちょっと全部嘘やったから。あ、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。また何やしらで誘います。あ、了解。多分ほんまに飲みの誘いあると思います。はい、ごめんな、ありがとう。はい、すげえ、めっちゃうまい。よかったね、今よかったっすね。ありがとうございます。なんかいい、これ以上。張さん誰にかけるか決めました？俺は、はい、来た、来ました、ちょうど来ました。来た、来た、おー、来た。いいですか？スピーカー、もしもし、お疲れ様です。お疲れ、ありがとうございました。あ、こちらこそ、ありがとう。あれ、ビートたけしさんですよね。なんすか？ビートたけしさんですよね。あ、チューバヘロ、違います、先生、違います。あのさ、まあまあ、はい、それは冗談なんやけど。冗談ない。あのさ、今日さ、夜何しとる？夜僕は何もないっすよ。あ、本当？はい。あのさ、一回さ、埼玉でさ、川口、川口、はい、そうそうそう、焼肉屋ってさ、なんかうまいらしくて、はいはい、で、そう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 、で、2名しか予約取れんくってさ、はい、で、それちょっと行きたいんやけど、行ける？あ、全然大丈夫、何時ですか？ね、8時ぐらいから。あ、全然大丈夫っす。あ、ありがとう。ちなみにさ、こっからさ、はい、東京からさ、まあ、タクシーで行こうかなと思うんやけどさ、その、川口？はい。で、タクシー、車やったらどれぐらいかかるん？かかんやっけ？1時間20分ぐらいかかると思うんですけどね、川口だったら。あ、本当？はい。それってっ距離ある、正確な時間それ？だいたいそれぐらい、1時間20分から30分ぐらいだと思います。あ、本当？大宮まで行くのにそれぐらいかかるんで、だいたい川口、うん。あ、なるほどね。はい。でさ、しかもさ、ちょ、ごめん、俺さ、財布、はい、なくしたのよ。え？そう、だってさ、今日のさ、あの、はい、お題をさ、ちょっと借りること、借りれる？全然大丈夫、全然大丈夫です。本当？はい。全然問題ないです。え、財布なくしたんですか？もしもし。あれ、ニア？ニア？もしもし。あれ、もしもし、聞こえないです。ニア？もしもし。
し。いや。もしもし。もしもし。いやこれ2点って、すごいすごい、いやいやお前153ポイント、うわすげえ、えもうお前ビートたけしの時点でおかしいから、あれを普通にやるやつおらんから世の中に、お前やばいっすね、お前なんかあるやろ先に、お前やばいっすね、すごい、いやビビったすごいよそれは、すげえわ、忠誠心すごいね、やばお前最後の、はかかってきたんでちょっとかけ直しいいですか、おいかけ直しよう、すごい、ニーヤンがもう心痛かった、お前もしもし、ごめんごめん、今さ、はい、収録でさ、はい、後輩に電話してさどれだけの要求をさ答えてくれるかっていう番組やったんよ、あ、そうです、ごめんごめん、嘘なんよ、ごめんね、あ8時行けよ、ちゃんと今日何もないんだよ、お前行ったよ、でも金だけはリアルやから貸してあげてありがとう、カード、とりあえず連絡するわ、また、はい、ごめんね、素敵、ありがとうね、はい、すごい、すごいやん、もうこれはやばいな、もうちょい行けたな、俺も、じゃあ俺も行く、末行く、いいよ、バリ行こうかなと思って、おいい路線やね、バリ出る、ちなみに俺も同じこと考えてた、あ、ほんとですか、うん、あ、バリ、うん、俺、リッキーです、あ、リッキー、うん、あー、オッケー、うん、まさかヨッシーからないです、あ、なるほどね、はい、いや、一緒にいる可能性あるよね、確かにね、え、でもマサとヨッシーだとどっちかな、ノリーのヨッシーじゃん、ヨッシーか、マッサンも結構、いやマッサンが一番僕の中では一番来てくれる、あ、じゃあマッサンでいい、マッサンじゃん、めちゃくちゃ酔ったノリで行った方がいいな、ちょっとドキドキした、うん、酔った感じで電話した方がいいかも、冷静になったらもうちょい、鳴らした鳴らした、チョイスリューは割といつも、急な誘いに来てくれる、結構呼んでるんや、俺逆に知らんかったわ、なんなら呼んだのに俺が先に寝てるっていう、はい、電話しますね、出ないな、向こうも CL 収録してんのかな、まあでももうバリはもうないんちゃう、じゃあ、いや一緒にいるのは限らないですよね、いやそうですね、そうね、はい、お、来た、電話来た、よしよしよし、いや別に、もしもし、あ、もしもし、ごめんね、あ、いやごめんごめん、マサ今何してた、今何してた、今ゴルフ場っす、あ、ゴルフか、いやごめんごめん、今ドーベルでさ葉山で飲んでたから今来ないかなと思ったね、葉山で、うん、葉山と、うん、ごめん、また電話するね、ごめん、ありがとう、はい、うん、頑張ってねゴルフ、うん、ゴルフ頑張って、うん、はい、社長、はい、いや出てくれてんねん、試合放棄してんねん、別にあれだけじゃないからさ、もう一回他の他のポイントもあるから、他いけるもう一回いけるから、いやあの申し訳ないけど、もうのっけからもう、うん、マサーからもうなんかもうアカンとさ出てたもん、もうでも正直ゴルフ場って考えたらね、もう一気に絶望だった、そうやな、そっか、いけんじゃないですか、ゴルフ終わりとか、うん、もう一回やってみたら、また来たよって思うで多分かかってきた、まあ、今ちなみに LINE 来てて、葉山はいかついっす振られたもう振られた、自分は0ポイントで行かしてもらいます、はい、いやいや、まあでもよかった、ナイスファイト、ってことは俺可能性あるな、ありますね、あるんちゃう、リキヤ、リキヤ、リキヤ、なんでリキヤですか、ね、普段から結構、まあ、そう、飯行きましょうよって言われてて、はい、ほんでまあ誘うタイミングもちょいちょいあって、誘う割に結構来ないんですよ、あれ大丈夫ですか、それそうで、はい、絶対次行きます、絶対行きますみたいな、でも普段はえ、こいつ断るんですそこ行くんや、まあ見てみましょうか、でももういや絶対の次から絶対行くんだよみたいな言ってたから、はい、かけます、はい、もしもし、リッキーお疲れ、ごめんな、いきなり、ごめんごめん、あんな今日やねんけどな、はい、横浜のさ、
赤レンガ倉庫らへんになずっとなんか行きたかった中華料理屋あんのよ、はい、ほんで仕事終わりにちょっとそこで飲まへんかなと思って。全然全然あの無理なしで。ちょうど予定入ってて。あ、そうなんや。あれこの前連絡した時飯行こうって言ったらほら次こそ行きますわみたいになってたから。じゃあ何時ぐらいですかね。まあ7時8時とかでええかなと思ってんねんけど。そうそうそう、あかんか。ちょっと待ってくださいね。うん、あかん。いやまあ全然無理。そ、まあ、じゃあ飯はまあ無理なしでええねんけど、はい、リッキーな英語詳しいやん、はい、そう。それでなチャット GPT ってさ、はい、あれって何の略なの。チャット GPT、 あれ、まあ、聞いたことある。そうやんな、結構その、あ、調べてくれんね、ありがとう、優しい。え、今もうお仕事中ですか。いや全然プライベートで、もう仕事終わったところやねんか。あれごめん、今チャット GPT 調べてくれてる。ごめんやで、ありがとう。ありがとう。あ、多分アプリかもって、なんか使い方チュートリアルとかも載ってるっぽい。あ、マジ。あ、じゃあちょっとアプリね、はい、調べてみるわ。あ、OK です、OK。ごめんな、ほんでな、あの今日、はい、聞こえます。もしもし。早いわ、リッキー。早いわ。早い。断るし、早いわ。早いな。早いわ。あ、かかってきた、かかってきた。ちょっと一回出てあげますね。もしもし、リッキー。リッキー、ごめん。はい、ほんまごめん。はい、これな、今な、はい、CL の企画やってん。そうやねん、あのな、誘ったら来てくれると思って電話したんです。ちょうどスケジュールで、そこ帰れるか、今、確認してたところです。ごめん、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 ごめん。また連絡する。また誘います。はい、ありがとう、バイバイ、はい、はい。いやー、あーでもリッキー可愛いな。でリベンジ、リベンジの GS さんが大本命。いやなんか俺、はい、あ、そうですね、正直153は勝てる気しないんですよ。ワンチャンチャンスがあるとしたら俺大金貸してくれって言おうかなと思ってるんですよ。1万円1ポイントで換算してくれるなら俺 100万一回借りてみようかな。今大逆転がかかってるからいいんじゃないですか。いいよ、それいいよ、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 うん、うん、いや、大体ルールは変わってきてるけど全然いいよ、いいよ、それは。